오늘은 일본 공산당 참의원 의원이 하는 가두 연설을 좀 들으러 가보고 있습니다. 이분은 일본 공산당 참의원 18년 동안 연속으로 참의원 의원을 하고 있는 분이고 일본 공산당에서는 꽤 그 영향력이 있는 분이라고 해요. 그래서 한번 연설을 들어보도록 하겠습니다. さて皆さん、昨年の3月の9日、日本共産党も含め、野党揃って、ある法案共同で提出をいたしました。原発ゼロ基本法案という法律案です。皆さん、この法律が国会で通り、そしてこの法律が施行されれば、 今動いている原発は5年以内に全部ゼロになります。そして函館の皆さん、こんにちは。ご招待をいただきました日本共産党の参議院議員、そして比例代表候補の上井智子でございます。いよいよ昨日から参議院選挙が公示をされました。皆さん、この6年半の安倍政権の政治、 私はこんなにひどい政権を見たことがありません。この間、私は3期18年国会で働いてまいりましたが、7人の総理大臣、24人の農林水産大臣と対決してまいりました。こんなに18年間に24人も農水大臣が変わるなんていう国はないんです。 今回政治論戦の中で急浮上している争点となっている問題の一つ、年金の問題を話したいと思います。おそらく皆さんはテレビやニュースをご覧になって、金融庁が発表した報告、年金が足りなくなるので、この先2000万円は貯金してくださいと、これをご覧になって衝撃を受けたんじゃないでしょうか。 私たち日本共産党は、なぜ今年金が大変になっているのか、安倍政権の下でやられてきたマクロ経済システム、スライド、この問題が実は国民の皆さんが本来もらうべき年金を目減りさせてきているということを明らかにしてまいりました。物価が上がって、税金が上がっているから、当然年金もそれや 合わせて上がるというのが本当ですけれども、年金は合わせて上がらないように、ですから実質下がるようにしてきたわけです。マクロ経済スライド、それによって安倍政権になったこの間だけでも、実は皆さんが受け取るべき年金は 6% も下げられていたんです。もう一つの争点となっている問題が憲法の問題です。 日本は再び二度と戦争はしない、そのことを世界に向かって宣言した。そしてそれを実行するためにも陸海空軍その他の戦力はこれを起こしない。ところが今安倍総理はこの問題でこの9条に手をつけようとしているわけです。今まで選挙をやるたびに安倍総理は 憲法を変えたいと思っていることを隠してきたんです。言わなかったんです。それが今回は違う。今度の選挙は憲法の議論をする政党かしない政党かを選ぶ選挙だと、こう言ってごまかして言いました。皆さん、憲法のことを議論するかしないかなんていうことが問われているわけじゃありません。問題は安倍政権によって この肝心要の9条を変えて行こうとしていることを許されたどうかということが問われているんじゃないでしょうか。皆さん、9条のその後に付け加えて、前に書いてある文章は必ずしも全て禁止するわけじゃない。この後に書く文章によっては生きるんだという意味も書き込もうとしたわけです。つまりそれは、 日本国民を守るためには自衛隊を活躍できるようにすることができると、使えるんだと、自衛隊の
誇示ということを書き込むということを安倍総理は自民党の草案の中にはっきりと書いているわけです。その狙いははっきりしている。前に書いてある文章を亡き者にして、自衛隊をこの先海外に出して、アメリカから声がかかれば一緒に無制限に武力行使をできる道を開こうということに他なりません。こんなこと皆さん許していいでしょうか。絶対に許すわけにはいきません。연설을 들어보셔서 아시겠지만 그래도 일본에서는 일본 공산당이 가장 좀 뭐라 그럴까 건강한 좀 양심 있는 그런 정당인 것 같아요. 가장 정상적인. 네. 그런데 좀 지지율이 굉장히 낮고, 또 연설하는 거 보셔서 아시겠지만 좀 사람들이 많이 모이지가 않고, 좀 나이 많은, 연세가 좀 많이 드신 분들이 많아요. 젊은 층들이 안 모이고, 젊은 층들도 아무래도 좀 정치에 관심이 많이 없어서 그런 것 같기도 하고, 또 특히나 공산당이니까 일본 내에서는 지지도가 굉장히 낮아요. 공산당 지지도가 뭐 한 3.5% 뭐 얼마 전에 여론조사한 거 보니까 그 정도 나왔는데 굉장히 힘이 약합니다. 그래서 일본이 변화하는 데는 아직까지 좀 부족하지 않나, 힘들지 않나, 그런 생각이 좀 들어봅니다.